日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。サントリーの伊佐衛門京都ブレンドを飲みたいと思います。お茶というと静岡とのイメージですけど、確かに京都も和のイメージはあるんですよね。ただそれがお茶に直結するかと言われると、ちょっとな気もします。まあ白物言ってないで、そもそも早く飲みましょう。そもそも何茶なんだろう、これカフェインが入ってるってことは、あ、ほうじ茶なのかな。ではちょっと香ばしめな香りですね。飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。これはどんな味なんだろう。麦茶とも違う、ほうじ茶とも違う、何かが入り混じっている。まあブレンドだから。ここに書かれている通り、確かに香ばしさが強くて大人向けの味わいといった気がしましたね。麦茶とは違うかな。でもほうじ茶とも、ただのほうじ茶ともまた違う、そんな味でした。いろいろ混ざっている複雑なお味ですね。ブレンドというのは伊佐ではないかもしれない。ただそれが逆に分かりづらさにもなってるかなという印象もありますので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それとサングラス、少女の思いやその瞳、サングラスの下に思いを秘めた瞳を隠しているということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。